おはようございます。スリコー TV です。やっとこれ手に入れることができました。100均のあのダイソーから出ているですね、メタルバイブっていうことで、重さ 7g のモデルと重さ 10g のモデルね、この2つを買ってきてみたので、早速ね、どんな感じか見ていきたいと思います。何にしろね、100円ねえ、ルアー買える。でも100円だったら100円なりでしょっていうことでね、今まで、見ていたんですけども、このメタルバイブに関してはこれちょっとやべえぞ、すげえぞっていう感触がひしひしと伝わってきます。先日ね、あのスモラバこんな感じですよなんて開封していきましたけども、このメタルバイブもね、なかなかちょっとダイソー本気で釣り狙っていくぞっていうね、勢いを感じるルアーなんじゃないかなと思ってね。じゃあ早速この7グラムのモデルのものね、開けていきたいと思いますが、メタルバイブよく釣れる釣り具シリーズってことで、重さは7グラムで、釣れる魚がですね、スモラバーブラックバスなどだったんですけども、こちらメタルバイブはブラックバス、シーバスなどね、シーバスとかね、こういうメタルバイブとかね、聞きますからね。で、裏を見ていくと、あ、使用方法ね、How to ってことで書いてありますけども、道糸をスナップに結びます。周りに注意しながらルアーを投げ入れます。当たり、手元に振動が伝わります。があったらルアーを上げます。ね。合わせについてとかはまあ書いてないんですけども、でちなみにこの結び方の説明がね、小さく書いてあるんですけども、何やらユニノットですね、信頼のユニノットっていうことで、まあダイソーですね。じゃあね、早速開けていきたいと思いますが、はい、うお、これはいいんじゃないですかね。もともとシンプルな作りのメタルバイブですから、悪くしようがないっていうところがあるんじゃないかなってね、思うんですけども、気になるのはまあ、例えばハリーだったりしますが、これね、結構ね、ハリーも鋭いんですよね、これね。気になるといえばまあ、ちょっと太軸なハリーなんで、ねえ、刺さりどうかなとか思いますけども、先端の鋭さに関してはもうね、バッチリね。でこう太軸気味のこういうね、ダブルフックなんで、ほんとこのまんまシーバスなんかにもひょいってね、使えちゃうんじゃないかな。で嬉しいのが、こういうメタルバイブってやっぱり、底に沈めてのリフト&フォールねとかで使うことが多いと思うんで、そんな時にまあなくしちゃねいけないんですけども、100円ね、これは結構果敢にね投げれるんじゃないかな。そんでまあまあまあ顔周りを見てもね、その他のところを見てもなんかね、突っ込みどころがないんですよね。まあ、例えば先日のスモラバなんかだと、いろいろ見てって最終的に、ガードがね、この針金みたいになってて、あれこのガード硬すぎじゃねっていうところとかがね、最終的にね、ちょっと突っ込みどころになったわけなんですが、どうだろう、これね。今のところ悪い要素がないんですよね。針気になったら取り替えればって感じですし、スナップ、ちょっとでかいんじゃないとか、でもそれも別に悪い要素ではないからな。突っ込みどころがないですね、これ。いいルアーなんじゃないかなっていう感じで。で、まあサイズ感の比較として、例えば人気のサーキットバイブなんかね、すぐそばにあったんで、こんな感じ。ね。はい。サーキットバイブとかと並べてもね、どうでしょうか。7g。なんか、いい感じのサイズ感じゃないですか。小さすぎもせずね、
大きすぎもせずね、これはねいいんじゃないかなって。メタルバイブだとこのサーキットバイブなんかは例えばここの後ろのところにサーキットボードが使われていたりして結構アイデア満載でね、で最初からついてる針がねもうめちゃくちゃ鋭くて高性能な針がついていたりとか、これよりは高い分ねいろんなアイデア満載ですけども、いいんじゃないかな。例えばメガバスのねやつなんかと比べても、なんかいい感じですよね。で、まあ、カラーリングに関してはねこの無垢のクロームな感じね、これでもねほんと全然いい感じじゃないかなと思って、はい、そんな感じでね今のところツッコミどころないですね。じゃあねせっかく水槽なんかも最近あるので、これね水中でのリフト&フォールなんかどうなのかなって、そこら辺の水中姿勢なんかもね、見てみたいと思います。はい、というわけでどうでしょうか。ツッコミどころないんですよね。これはもうあと釣るだけでしょうっていう感じで、ちょっとおっかなびっくり、まずは2個しか買ってないんですけども、これもうちょっとね買い足してね、スタンバイしておきたいな。で、出しどころなんですけど、メタルバイブよく使うのがですね、一年中釣れるんですけども、冬のですね、おかっぱりなんかでパタパタとリクト&フォールして使うことを、ね、霞水系とかね、横利根川とか、そういうところが多いかなとか、あとは、春先の3月の初めの頃ですね、あれまだミノーで釣れないなとかね、まだワームでも当たりそんな出ないななんていう時に投入するとですね、結構いい釣りができることがこういうね従来のメタルバイブとかで多かったので、これもねそんなタイミングでちょっとね冬から春の初めにかけてね、あとはまあ夏とかもね、投げたら投げたで釣れちゃいますし、シーバスに関してはですね、メタルバイブはとにかくね、結構通年通して効くんですよね。そういう感じでちょっともういくつかスタンバイしていこうかな、なんていう風に考えております。なんかいい感じですよ。早くね、釣り場へ持って行ってみたいですね。というわけで、本日の釣り行 TV はこちら。ダイソーのですねメタルバイブ、これのね 7g と 10g、 これを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。